発見した謎の抜け殻。それを神は神殿から驚愕して見つめていた。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであった。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、その名は人造人間セル。まさかあの場所へ行く時が来るとはな。覚悟はいいか、神よ。神よ、俺が何のためにここに来たか分かっているだろうな。分かっているぞ、ピッコロよ。今この地球に起きようとしている災いに対して私の名ばかりの神の力ではあまりに無力だ。ならばこの俺と一つに戻る覚悟はできているな。もちろんだ。だがこの私に迷いが残っているのもまた事実。なんだ、この後に及んで腰が引けたか。かもしれぬ。お前に私の迷いを消し去ることができるか。何？かつて未熟な私は邪心を抱いてしまった。横島な心を持ち魔の道に落ちた者は魔族となる。我が半身がピッコロ大魔王となったように、もし融合した後にその過ちを繰り返せば人造人間以上の悪夢となろう。ふん、回りくどい。何を迷うことがある、さっさと言え。お前のその潔さも私の迷いを消し去る力の一つだ、ピッコロよ。では尋ねる。本当に今が一つになる時なのか、まだ慎重に様子を見るべきではないか。どういうことだ。今俺が知らない何かが起きているというのか。やはりお前にもまだ未知の災いに恐れ迷う心があるようだ。なんだと。今一度尋ねる、ピッコロよ。本当に今が一つになる時なのか、まだ慎重に様子を見るべきではないか。くだらん。何が立ち塞がろうとねじ伏せるまでだ。ほう、ではもう一つ尋ねよう。お前と私が融合する、それはドラゴンボールが失われるということ。本当に迷いはないか。確かにそれは無視できない問題だが、やはりまだその時ではないということなのか。いや、そうは思わん。その心を今一度聞かせてもらおう。ふん。お前と私が融合する、それは
ドラゴンボールが失われるということ。そんなものに意味はない。このまま戦えば俺は奴らに倒され、貴様も消え、いずれにせよドラゴンボールは失われるだろう。奴らに、人造人間たちに勝つしか道はないんだ。そうか、確かにお前の言う通りだろう。私も覚悟を決めたぞ、ピッコロよ。私が神を捨て、戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだ。そういうことだ。今この地球に必要なのはスーパーパワーを手にした俺なんだ。わかった、この身をお前にやろう。神様。基本ベースはこの俺のままだ。いいな。それでいい。私はパワーアップのきっかけと広い知識を与えるだけだ。下界へ戻ったらジンジャータウンへ行け。そこで化け物が今も暴れておる。詳しいことは話さずとも、融合すれば私の知っていることの全てがわかるはずだ。わかった。いろいろ世話になったな、ミスターポポ。さよなら神様、死なないでください。もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまった。ナメック星人だ。じゃあ行ってくる。ジンジャータウン。